ピッチを離れれば家族がいますし、いつでもこう最大の味方がいてくれるので、自分はこのピッチで戦えるっていうのもありますし。その出産を経て戻ってきてっていう人が少ない中、まあ、自分としてはやってみたいっていう挑戦から始まったんですけど、やはりこの挑戦っていうのはすごく、大変なこともありますけど、まあ、楽しいこともすごく多くて、でなんかいろんな選手の選択肢が広がるといいなっていう思いも込めて自分はプレーしてたりもするので、あの出産を終えてもやっぱここまで戻れるんだっていうところをこう示していきたいって、プレーで示していきたいっていう気持ちもありますので。復帰までの道のりっていうのは想像以上に、はい、単純に考えたら想像以上でした。ざっくりとなんかこれぐらいで復帰できるかなみたいな思い浮かんだ数字はあったんですけど、全くそれ通りにはならなかったですし、でやっぱり出産って本当に個人差も大きいものだなっていうのは感じて、あのジェフにね、あの大滝亜美って出産経て帰ってきてますけど、もうここの2人ですらもうやってるというか、家庭が全然違ったというか、あの出産までの過ごし方も違いましたし、その後も違いましたし、なかなかマニュアルにならない難しさっていうのもあるのかなとは思います。今のその原動力は本当にほぼ息子の力っていうのは大きいのかなって思ってますし、 WE リーグの成功っていうところに自分のその母としてその活躍するってことが、やっぱそのリーグの何ですかね、こう見方を広げるっていうのもあるのかなと思って、その辺も含めて頑張ってるところですね。WE リーグカップ決勝エンパワーメントマッチ、三菱重工浦和レッズレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、両チーム選手の入場です。まあ、自分もそのサッカーの経験値としてはある方だと思って、っていうかあるんですけど、あの経験はしたことなくて、あの経験がなかったから なんかああいった経験値がなかったからチームにこういったなんか的確な声かけをできなかったっていう悔しさはあったんで、なんかああいったシーンでも的確にどうしたら大丈夫だ、どうしていこうみたいな、なんか明確な指示を出せるぐらいの経験にはなってなかったなって自分も感じましたし、新しい経験にはなりました。昨シーズンまずタイトル取れなかったので、ベレーザーとして絶対タイトル取りたいなっていう気持ちは大きく持ってます。個人的にはWE リーグ2年目になりますけど、まあ、出産しても2シーズン目かなっていうところでは、昨シーズンよりかはパフォーマンスとしてはいいところに持ってきてるので、まあ、始まったばっかりですけど、ここからがこう楽しみではあります。帰ればその息子の笑顔があったりとか、
まあ、夫もいて家族の笑顔っていうのもあるので、本当に朝から晩までなんか自分にとっては幸せな時間が続いてるというか、まあ、自分はその中でサッカーが働きっていう意味では本当に好きなことやらせてもらってるので、好きなことやってるから笑ってるかなサッカー外ピッチを離れればなんか家族がいますし、なんかいつでもこう最大の味方がいてくれるので、自分はこのピッチで戦えるっていうのもありますし、笑おうっていう意識しなくともあのグラウンドに来ればあのユーモアあふれる後輩たちがたくさんいますし、笑わない日はないので本当にたくさん笑わせてもらってます。